今世間ではアイランさんが大変なことになっています。言うとこどんなの？いや、違う一応ナウの状況を伝えようと思って。もうチョコ美味しい。何する？前に買ってくれてめっちゃ昔のやつじゃん。うん、はい、ありがとう。あ、私がルイボスティーを入れてくれたんですけど忘れられてたので、すごい濃いルイボスティーができました。いってきます。いらっしゃい。大体忘れるもん。うん。Hey guys、マキネチャンネル、本日もポチッと皆さんありがとうございます。ということで本日話していきたい内容は妊娠9ヶ月の大腸についてもうあっという間に9ヶ月になりました。皆さん早くないですか？私的にはアンティーキつわりが終わってからは本当にあっという間だったなっていう感じです。本当にアンティーキ過ぎた頃からもう楽になるわけではないんですけど、まあ、気持ち悪さがなくなってからは割と大丈夫かなってなりました。で9ヶ月はまあいろいろね、お腹が大きくなるのもそうなんですけど体調の変化が、はい、ありましたのでお話できたらなと思います。はい、ということでね、まず第1位、しんどかった第1位、こういうのって1位からいくのか、こういうのって1位から言うのか、言わないのか、言わないか、じゃあなんか下の方から言うわそうね、まあ一番はトイレの回数が多すぎるっていうことなんだけど、よくその立ち上がった時とかくしゃみした瞬間とかお漏らししちゃうみたいな話とかをよく聞いてたんですけど、それはあんまりなかったんですよ。あんまりないけどなんかちょっとトイレ行きたいな、なんかちょっとトイレ行きたいなっていうのがめちゃくちゃあって、なんか寝ててやばトイレ行きたいで、あともう起き上がるのめんどくさいし、でもさっきも行ったんだよなみたいな、でなんか水道代がもったいないってめちゃくちゃ欲しい。そんなになんか大量にさ出るわけじゃないのに、なんか毎回トイレ行きたい、トイレ行こうかなみたいなのがなんかすっごい頻繁にあって、もうなんか流すのがもったいなくて、なんか流さなかったもったいないね、トイレットペーパーもったいないし水道代もったいないし、そのなんかトイレに行くたびに旦那さんのこと起こしちゃったりとかするから、それがちょっと悩みだったな。トイレの回数が多すぎる、うん、あとは体重の増加が早い。私本当に当初妊娠した時ぐらいに体重増えるの怖いとか言ってたじゃないですか。もう太りたくないって言ってて、でも特別な食事制限をしてなかったんですよ。なんか TikTok で上げたらフルグラ食べてるのはダイエットのためっていう風になんか思ってる方が結構いたんですけど、全然なくて、フルグラはその便秘になっちゃってたんですね、その初期の頃とか。だから便秘を治すためにフルグラ食べてたから全然ダイエットとかほんとしてなくて、お菓子も食べてるし、ご飯もしっかり食べてる、暴飲暴食をすごいしてるっていうわけでもないんです。もう妊娠前と全然変わらないような食生活をしていて、まあちょっと栄養取らないとなっていうイメージというか意識はあるんですけど、それぐらいでもう暴飲暴食もしてないし、もうダイエット全然食べないとかもしてなかったんですけど、やっぱりもともとレッスン、ダンスレッスンをしてたりとか運動を基本してたので、その運動をほぼしなくなるっていうのが、多分筋肉量が落ちて脂肪が増えてっていうのもあるんですけど、体重の増加が激しくなりました。あとはね、体力がゴミ1日動くこと絶対できないです。私外出がすごい好きで、外に出たり友達とおしゃべりしたりっていうするのがもうすごいストレス発散で、家にずっとこもってるとすごい疲れちゃうので外に出たりするんですけど、外に出ても1日とか半日出るだけでもう本当に帰ってきたらもうマイナス発言していいならもうすでに「はぁ」とか「疲れた」あ「しんどい」お腹重い、腰ちょっと痛い、歩くの足痛い、むくんだみたいな感じが、はい、ちょっとあります。いつもそれなのに一緒にお出かけしてくれる人ありがとうございます。あとは前に動画に撮ったんですけど、アイスクリームがダメだって言ったじゃないですか。アイスクリームの他に例えばチョコパイだったり、なんだろうな、甘い飲み物だったり糖分が多いものがなんか気持ち悪くなっちゃいました。不思議だよね、うんうん、
だ通りもんとか大好きなんですけど、家に今めっちゃあって、ファンの方からいただいたり旦那氏からお土産でもらったのがあるんですけど、まあ、せめてちょっと気持ち的に1個2個ぐらいで、まあ、ありがたいんですけどね、もう大好きになっちゃったらもう超食べまくっちゃうんで、美味しいけどなんか中に入れたらちょっと胃が気持ち悪くなるっていうのがあるので、それはね未だに9ヶ月経っても治らず、不思議だなーって、ありがたいですけど不思議だなーって思ってます。そしてそしてそして、これねナンバーワン、9ヶ月の時の悩みナンバーワンは恥骨が痛い。なんでがね、なんでがねっていうか、もう調べたんですけど、恥骨がもう激痛なんですよ。でもそれも日によって、もう毎日毎日恥骨が痛いってわけじゃなくて、もう歩けないぐらい痛い日もあれば、あれ今日全然平気だっていう日もあるんですけど、その痛い回数が9ヶ月目は多かったです。で調べると、赤ちゃんのこうね頭骨、恥骨があったら赤ちゃんがこうやって入れてもう押してたりとかするから恥骨が痛いらしくて、だから赤ちゃんのこの向きとか位置による可能性があるんですけど、まあ恥骨が痛かったですね。特になんか謎に左側なんですよ。ってことは赤ちゃんは左側にいるのか分かんないんですけど、痛かったですね。これがすごい悩みでした。恥骨が痛すぎて、一人で歩くともうなんかもうこういう歩き方おかしい人みたいになるぐらい恥骨の痛さがもうナンバーワンでした。皆さんは痛かったですか、恥骨。どうなんでしょうかね。もう本当になんかいろいろ体調悪い、体調悪いっていうか、その腰が痛い、恥骨が痛い、トイレの回数が増えたってために、ネットで調べて、これは異常なのか、大丈夫なのかっていうのがすごい不安になって調べたりするんですけど、まあ結構あるあるみたいですね、妊娠してる方。いや、本当にね、妊娠してすごく思うけど、今まで妊婦さんを見た、ね、見るでしょ、皆さんも世の中で。見るけど、あ、妊婦さんだっていうふうにしか思ってなかった。あ、妊婦さんだなって。うん、妊婦さんが目の前に来たら、あ、席譲んないとなみたいな気持ちはあったんですけど、大変そうだなから大変なんだに変わりました。はい、これを経験はね、本当になんか自分の中ですごい勉強になるっていうか、社会勉強というか、こんな経験をさせてくれて本当にありがとうって思います。辛いけど、正直ね、TikTok で配信とかしてても思うけど、幸せですか、大変ですかとか、いろいろね、辛いですかとか言われて、確かに自分が発言する言葉だったり、配信とか動画でなんかマイナス言葉、しんどい、重い、大変ね、多分生まれてもそうだけど、やっぱり嬉しいですよね。元はね、言葉に簡単に出るのはマイナスだけど、やっぱりこの経験をなんか本当させてもらえるで奇跡だし、まだ本当に、ね、ちゃんと生まれるかどうかわからないけど、こんな経験は本当にうちのお母さんも言ってたけど、なんか早々に、まあ人によってはね、すぐに子供ができる方もいらっしゃると思うけど、私の場合は本当に4年ぐらいかかったし、ワンチャンもできないと思っていたので、まあ、妊娠の経験して妊娠出産された方をすごい尊敬する気持ちにもすごいなったし、今まで以上にすごいなったし、あとは周りの方に感謝することもすごく増えたし、 もちろん迷惑をかけてることもすごく多いんですけど、なので、まあ、あとは母親、自分の母親に、まあ、いつもありがとうって思ってるけど、なんかさらに尊敬というか感謝の気持ちをすごい持てるようになったので、まあ、こんな経験をさせてくれたのももちろん旦那氏のおかげだし、赤ちゃんのが来てくれた、赤ちゃんって自分を選んで来てくれるっていうじゃないですか、だから来てくれて本当にありがとうって気持ちは、ずっと忘れないようにしたいなと思ってます。今日の動画は妊娠9ヶ月の体調についてお話しさせていただきました。皆さん共感していただけましたでしょうか。また、これからね9ヶ月迎える方は行きましょう。そして、ママさんたち本当に尊敬しております、改めて。ということで、皆さん今日も最後まで見てくださってありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタン、そして各 SNS のフォローもお忘れなく。ではまたねー。あ、 TikTok のサブスク、インスタのサブスク入ってね。